羽生結弦るコロナ禍深夜の自主トレを支える家族プレイご視聴ありがとうございます。早速今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。9月15日発売の女性自身公文社がフィギュアスケーター羽生結弦る25の直近の姿を伝えている女性自身によると、羽生は9月上旬の深夜仙台市のスケートリンクに姿を現したそうです。そこは 彼が2012年に拠点をカナダに移すまで、ホームとしていた馴染みのスケートリンク。そこで1時間ほど練習に励むと、父親や母親、姉と思われる女性と一緒に車に乗り込み、帰宅の途に着いたそうです。現在もカナダには戻らず地元に残り、家族のサポートを受けながら日本で練習に励んでいる様子が伝えられました。スポーツライター、ューは先月末に、 10月から開幕する今季のグランプリシリーズへの欠場を発表し、世間を驚かせたばかりだ。欠場は、新型コロナウイルスの感染が未だ拡大する中で、可能な限り慎重に行動したいとの理由からでした。羽生には気管支喘息の持病があり、新型コロナウイルスに感染した場合のリスクは健康な人よりも高いと言われています。慎重になるのも無理もありません。 全室のスポーツライター、欠場を決めた裏にある羽生らしい理由とはまた、欠場を決めた裏には、こんな思いもあった。自分が出場することで多くの人が移動し、集まる可能性があり、感染リスクが高まる可能性があることも理由に挙げていました。自分の行動に伴う周囲へのリスクを考慮した羽生のこの決断には、海外メディアからも賞賛の声が多数上がっていました。全室のスポーツライター、ただ、一人のアスリートとして見れば、 欠場の選択は決して最良の選択とは言えないだろう。宇野昌磨22や木平美香22など、日本のトップ選手たちが続々海外に拠点を移して練習を本格化させる中、未だカナダ在住のブライアン・オーサーコーチとも離れ、日本で練習することに焦りがないとは言えないかもしれません。それでも彼は一人のスケーターとしての勝敗よりも、周囲の人間すべての安全を考慮した選択をしたのです。 全同、そんな羽生を一番近くでチームとなってサポートしているのが、他ならぬ、父、母、姉の家族なのだ。父、母、姉が一丸となって支えた過去、羽生一家はこれまでも家族一丸となって息子を支えてきました。先にスケートを始めた4歳上の姉は、羽生がフィギュアスケートに専念できる環境経済面で支えようと、自らの選手としてのキャリアを諦め、 18歳の頃に競技を引退したとも言われています。父親は地元、宮城県で教師をしています。昔から、早朝、深夜にかかわらず、リンクまで息子を送り迎えするのは父親の役割で、厳しくも優しく息子を支えてきたようです。母親は、職務補足、い未だに全息の発作が出ることもある羽生をサポートするために、彼がカナダに拠点を移した際には、共にカナダに移住をしています。また、 ハニューがシニアに転校するまでは、大会の衣装を手作りしていたのも母だったそうです。ハニューはそんな母のことを、夜更かししてまで衣装を作ってくれる母親の愛情を感じながら滑っていますとインタビューで語ったこともありました。前出のスポーツライター、先の読めないコロナ禍でも、一番信頼できる人たちがそばにいれくれることで、 羽生が安心して競技に専念できていることを願いたい。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしく。